僕は怪我で操縦桿が握れません。操縦を頼みます。新しいゲームの始まりだ。おやおや、解毒剤をそんなに粗末に扱っていいのかい？フェオドル君、なぜこんなことに？残念だよ。もう少しで死ねたのに。でもね、君では私を殺せない。なぜか、なぜ？腕章を手のひらで操る君と違って、私の手札は不確定要素ばかりだったよ。だが君には一つ弱点があった。君は己で操れないものを信じない。仲間だよ。空港でブラムが異能力を取り戻した。そのブラムとランポさんが交渉し、ヘリを操縦する吸血鬼を操ってもらった。事前に打ち合わせられる内容じゃない。だがランポさんならそうすると信じていた。ですがあなたは頭を撃たれてる。あ、これ実際痛かったよ。あのバカが加減を間違えるから。誰がバカだよ。なるほど、昼夜は最初から吸血鬼じゃなかった。そもそも私がエレベーターから脱出できたのも、昼夜が外から重力干渉したおかげだ。そして昼夜が私の頭を撃つ。弾は頭蓋骨で止まる。この手昔よく使ったね。うるっせ。監視カメラ越しでは弾速までは見えない。そして水攻めは本当の目的から君の意識をそらすためのものだよ。本当の目的、その傷だよ。手を怪我すればヘリの操縦を吸血鬼に任せるしかない。そしてさようなら、フィオドル。エリエリラマン様、二人。